今度は見に来たよ、ありがとう。こんばんは。こんばんは。眠たい。ちょっと、そっか、卒業公演だ、ゆめちゃん。ねえ、お疲れ様だね。めっちゃ眠い、どうしよう。お腹すいた。餃子食べなよ、餃子。私餃子大好きなんだよね。こんばんは。皆さん最近何してますか？最近は何してますか？元気ですか？元気ではない？一応生きてる。もうねむちゃんだ、もう。2月のね17日に生誕祭があるんです。もしよかったら皆さんお待ちしてます。2月17日はちなみに皆さん予定はありますか？都内で生誕祭があるんです。16日は平日だったんで、次の日の土曜日の17日になんですけど、皆さんもしよかったら来てください。来てー。お友達も連れてぜひ一緒に来てください。待って、くしゃみ、あー、くしゃみが出た。はあ、あ、じゃあダメだ、ほっと出ないわ、くしゃみ。あー、悔しいな。一応ねチケットはねもう締め切ったんですけど、まだちょっとあるので、当日券ちょっと出す予定ではあるっぽいので、ぜひ来てください。いや、花粉症じゃないんだよ。花粉症なんかな。え、花粉って今あるの？竜が如くのストーリーに泣いてた。アニメちいかわでも感動するお話で泣いちゃった。いやあ、あ、ちいかわってそうなんだ、泣けるのか。見たことないんだよな。かわいいよね。あ、飛んでる？やばい、私ちいかわなのかな、じゃなくて花粉症なのかな。私ちいかわなのかなとか言っちゃった。なんで皆さん、ぜひ一人でもお友達を誘ってでもぜひ来てください。初めての方でも大歓迎。お待ちしてます。ゆかって声でかいな。声大きいんだよな、私って。かわいい、バレンタインのチョコのやつ、バレンタインのやつがいっぱい。そっか、バレンタインか。今年のバレンタイン何しよう。なんかもう作るのもな、作んないな、全然。作る予定ゼロ、作んない。みなみと作りたいなって思ったけど、なんかちょっとめんどくさいよねってなってやめたね。やめた。作るのはちょっとめんどくさいなっていう。作りたいけど、そう、まあでもチョコをね、だ、作ってもなって感じなんだよね。そう、片付けが大変なんだよね、本当に。いつかしら嬉しい、ずっと嬉しい。
本日誕生日って書いてんじゃん。え、おめでとう。日付変わって11日ってこと。え、おめでとう、さきりんちゃん。チョコ着払いでいいから送ってください。昔ゆかちゃんの手作りおにぎり食べたのもね、あったね、そんな時もあったね。柿の種大好き。ロンドンでね、ソワちゃんに柿の種あげたの。したら喜んでくれた。美味しい。でも柿の種、私ピーナッツなし派なの。だからピーナッツだけ避けて食べちゃってる。このピーナッツは残ったピーナッツ実家持っていこう。なんか柿の種ピーナッツなしがいいのよ私。ん？ピーナッツ好き？ゆかピーナッツ好きだけど、おせんべいと一緒に食べるのはな。うん、なんかこれ実家、うん？これあのイギリスに持ってったの。イギリスで食べようって思って実家から。うん、イオン。あ、ほんとだ、トップバリューって書いてある。イオンだねこれ。アクセントにピーナッツ食べてみるか。昔ね、本当かわかんないけど、ピーナッツのなんかピーナッツの、待って、ピーナッツあるじゃん。でさ、これを、あ、半分にしたらさ、これあるじゃん、これなんかこれを取んないとニキビできるよってなぜか言われてて、昔ねちゃんとこれ取って食べてたの。でも絶対嘘だよね。ほんと？おばあちゃんに言われてたの。だからなんか昔はちゃんと目っていうの取って食べてたの。でもさ、そんなことある？科学的根拠なのに。ね、聞いたことないよね。言い伝え、何なんだ。何なの？カロリー高いのこの目って。あ、ピーナッツ自体が油分多いからニキビできやすいってこと？ナッツニキビの、え、やめとこう。この時間のナッツなんて一番良くないじゃん。今日ね、最近太ったってさっき話したじゃない？あは？だからちょっとヘルシーにしようって思って、夜はまあサラダチックみたいな、サラダチックなものを食べたの。なのにこれ食べちゃってるから意味ない。もう目の前にあってさ、食べたくなっちゃって抑えきれなくてさ、食べちゃってる。もう一回食べたら止まんないよこれ、マジで手が止まらん。手止まらない。やばい、誰かこの手を止めてくれ、誰かこの手を止めてくれ、頼む頼む。いや、でもそれもね、最近二郎系のラーメンで、二郎系ラーメンにハマっちゃって、
それが悪いの、それが悪い。本当に毎日食べてたもん。一旦やめます、一旦やめます。10個取って、そう、毎日食べてたんだから、そりゃ太るよねって思って、運動もしてないし、なんでやめた、やめる、やめます。インスタの投稿にコメントありがとう。インスタグラムのコメントもいつも見てます、ありがとう。この私の投稿にコメントをしてくれてすごい嬉しい。本当にコメント嬉しいな、本当に。だからまあここ最近は気をつけてる。てかね、今日ね、まあオンラインがあったからずっと家にねいる予定だったの。でもちょっと時間が空いたから、さっきね、なんかさっきウィズライブでも何人か、まあ、1人なんか何人かに話したんだけどね、何も家出る予定なかったから、でとりあえずそのモコモコした靴下履きたかったの、寒くて。でもなんか何足か洗濯しちゃってて、でなんかあったのがなんかこれとこれっていう、その全然種類が違うやつしかなかったので、まあ、とりあえず家にいるだけだし、なんかまあ一回これ履いとこうと思って左右別々で履いてたので、そっからあ、なんかちょっと眉毛サロン行って整えとこうと思って眉毛サロンに行ったので、まあどうせ靴脱がないからいいかなって思ってこのまま履いてったので、なんかお店着いて靴そのままで大丈夫ですよって案の定言ってくれたから、ラッキーって思って靴履いてそのまま行ってたの。だから見られることないじゃん、あのズボンも長いの履いてたから見えなかったから。そしたらなんか椅子座る時になって、なぜか急にあ、靴脱いでくださいって言われて、なんでここで靴脱ぐんと思いながらなんでここで靴脱ぐんこのタイミングでって思いながら、はいと思って脱いだの。そしたらもうこの靴下がチラッ、やっぱあの座ったら丈が上がるから、このワンコがチラって見えちゃったわけよ。そんでこっちも見えて、で「じゃあ靴あっち置いてきますね」って言ったら足元見られて「すいません、恥ずかしい、ごめんなさい」って言ったの、何か言われる前に。そしたら「いやいや全然全然、でも個性的でいいですね」って言われた。あざっす、すいません、ありがとうございます、すいませんって言って、ごめんなさい本当に今日ちょっと横着しちゃってすいませんって言って謝ってきた。個性的かどうかはちょっと分かんないけど、すごい気を使ってくださって本当に恥ずかしかった。てかないんだよねこの靴下、多分ないんだよね。いやあるわ、1個干してるわ。あーちゃうんだよ、洗濯してて片方だけ洗濯しちゃってたんだよね。ある、これが1個こっちにある。でもこれがない、このワンコがいなくなっちゃって、ショルム久しぶりにやった、片方っていう状況にならない。じゃあなんか朝起きてね、
めっちゃいい匂いするんだよ柔軟剤の。じゃあなんか朝よ、あの私夜寝るときもおこもこ履いて寝るので、朝起きたらなんかなくなってんのね、靴下脱げちゃってんので、そのまんまなんかでも下探してもないんだよね。なんかそういうのが重なってなくなってる。でもいい匂い、柔軟剤のいい匂いする。どうなんだろう、布団の中もなかった。なんでなんだろう。なんかこれ抽選で2名様にプレゼント、いやこっちあったからこっちだけ、1名様にプレゼント。ワンコワンコ、コシャちゃんワンコ。おしさん、あやっほー。ぜひ12月じゃない2月17日の生誕祭ぜひ来てください。ちょっと当日券もある、出すみたいなのでお待ちしてます。12月17日開けてね皆さん、本当に待ってます。靴下なんて基本家でしか脱がないのか、家のどっかにある。あ、そうなの、家のどっかにあるんだよね。だから掃除したんだけど見つかんなくて、お腹いっぱいだな。2月だよ。もうちょっとで25歳です。あー、てか今からお風呂入るのめんどくさいな、ちょっと。お風呂めんどくさいよ。リングライトなかったら暗いよ。まああんま変わんない、なくてもいいか別に。なんかこの暗くしてるんだよねリング、明るすぎるから暗めにしてんだけどリング。どっちがいい？こっちとこれとこれ。なんでインスタの間赤い服に戻したんですか？なんで？いいじゃん。気分です。というか美白モードが欲しい。美白モードはウィズライブはあるよ。やばい眠い、お風呂入んないと明日ラジオだ。3時間しっかりと目を開けて頑張ります。ナックファイブ、スクショの腕落ちてるだと、あれはい、できた？できた？できた？そうだよね、ファニコンいつもラジオ配信しかしないから。じゃあ行くよ、もう一回やるよスクショタイム、よーいスタート。できた？やべえスクショになった。
ほら、ダメだよ、変なのは X にあげないでね。みんなは平気で X に変なのをあげるから。フリじゃない。これにして、これ。ゆかちゃんお酒飲んで、飲んでないよ。24時にね、あのトーク、オンライントーク会が終わって、そのまんま、あーなんだろう、眠いからかも。はい、マリアちゃんに会えてないです最近。 LINE はするけどね、会えてないな。目がショボショボする。あー楽しかった今日も。あれれれ、どこに行ったかな、何が出るかな、うん、待って、あれれれ、きっとこの世界の共通、あれ探し物がね、探し物が見つからんわ。子供だとか大人にかかわらず、こういう配信やったの久しぶり。こういう配信をねしたのが久しぶりです。私楽しいな、なんか久しぶりにやったな。あ違うな、あれ私さ、ちょっと待って、思い出してよ、なくないよ、ちょっと待って、思い出して、私、いや、ここの、ここの棚のさ、あの、もうやだ、いや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 、あるよ絶対に。ちょっと待ってね、みんな、ちょっと待って、ちょっとごめんね。あちょっと、あー、何？マジで、あーここじゃね？あーはーはーはー、あーここじゃない？あ違うの？映ってんのテレビじゃないよ、これ iPad、 iPad、 これでしょ？ iPad、待って、うん、あーもうやー、あーなんでないんだろう、どこやったんだろう、私ちょっと待って、やばいやばい、入んない入んない、あーもうほんと最悪、もうや、あーもう無理、ない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 、いや、ごめんね、なんでもないんだ、なんでもないんだ、ごめんね、なんでもないんだけどさ、とか言いつつ諦めないやつ、なんでもないんだけど、まあいいや、ちょっと待ってね、いや、待って、昨日会ったの、で、昨日会って思って置いたのよね、私は。でもさ、どこに、てかお風呂入んないとだし、私こんななんか
か探してる場合じゃないんだよな。あ、待って、ここじゃない？おそらく。もういっか。知らないわ、もうないわ。もうやだ。いい。ってことで、お風呂に入ってきます。皆さんありがとうございました。本当にもう12時27分ほぼ12時半です。ゆっくりとお休みになってくださいませ。私はこれからお風呂に入ります。あ、泣いてるんじゃないよこれ。これね、いいなぁ。これ来られんのか。たまにはショールームやって、ショールームします。またでも基本的にはファンクラブの投稿が、あっちちち、ファンクラブの配信が基本的にはちょっと多いので、ぜひゆかの遊びは入会お待ちしてます。ゆかの遊び場にまだ入ってない人はどのくらいいるんだろう。いっぱいいるよ。あれ、入ってる1、入ってない2、スタート。入ってないよ、ほとんど。入ってる1、入ってない2。てるるるるる、てるるるるるる。3、2、1。終了。あ、6割の方が入ってくれてますね。ありがとう。そっか、半分以上の方はでも入ってくださってるんですね。ありがとうございます。でも3割の方もお待ちしてます。気が向いたらぜひお待ちしてます。わけあって入れない、全然いいの、大丈夫。またショールームも見に来てください。入ってない人全員入ってお待ちしてます。ゆかの愉快な仲間たち、入りたいんだけど。神さんが、神さん、奥さん、おぎちゃん触覚あるの珍しい。触覚じゃない、これ後ろの髪もうボサボサでさ、ごめん、僕にはマリナちゃんがいるんだ。わかった、わかったよ、わかった。楽しいよね、嬉しい、ありがとう。入っちゃいけない病気になる。そう、ピロンさんも入ってくださってるみたいなんだけど、私見つけられないんだよね。マジ全然知らない場所の存在さん、本当に何さんなんだろう。なんかね、名前がね、未設定の人がいるから分かんないんだよね。なんかね、まとめサイトでね、荻野ゆかのファンクラブが7人しかいないって言われてるらしいから、入ってあげてください。7人しかいないらしいから、お願い。7人しかいないから、かわいそうだからお前ら入ってやれよみたいなのを前に見つけたの。だから7人しか
貴重だな7人ありがとう本当にありがとうだからみんなありがとう本当にもう私なんてほらグループも卒業してるしさあれなのにこう関わらずこうやって今もあのね来てくれて嬉しいありがとう本当にあ待ってもう終わりにするって言ったのにやばいじゃあランキング読みます13位さきりんさん12位おやあきさん11位びんさん10位さっしー推しの赤坊さん9位てれてれもさん8位ひろしさん7位たかみ6位しんさん5位みったんさん4位スモーキーさん3位ガミさん2位ショートさん1位酒井さんですありがとうありがとうございました夜遅くにまた配信したらぜひ見てください長めのワンオンワン送ったんで気が向いてあ、OK 配信終わったら読みますじゃあ皆さん17日お待ちしてますバイバイおやすみなさい。またねー。ピ。